Payson.叩きお願いします。ペイトさんお願いします。あ、3対3。マッチポイント。見たい。ということで、じゃあペイトさんありがとうございます。敵勝ったな。あ、エグト君、エグト君ありがとうございました。ありがとうございました。じゃなくてやばい、一発芸一発芸一発芸のちょっとペイトさん、敵取ってくれた。僕、温泉大好きなんですよ。はいはいはい。週、もう毎日温泉帰ってて、日曜日だけ温泉入らないんですよ。はい。だから考えると月曜日温泉、火曜日温泉、水曜日温泉、木曜日温泉、金曜日温泉、土曜日温泉、日曜日オフ泉。オフ泉即興っすか。即興だとしたらすごくない、ゼロベースで考えたのあったらすごい。すごい、めちゃくちゃ、めちゃくちゃすげえじゃん。え、養成所通ってたんですか。予想もしなかった。ずっと考えてた。ガッチャンの戦いからずっと考えてた。負けるか、負けるね、拡大ちょっと。一応ね、一応ね、勝つ気だけど一応負けたらっていうので考えてた。の割にはじゃあ逆に時間かかってたよね。ちょっと考える時間が悪いよ。ありがとうございます。ありがとうございました。最近のネタラス北区の旅のご飯中にやつ。あ、いいですか。あれ俺めっちゃ好きなの。え、嘘、マジ嬉しい。いやー、私秋山ペイソンですね、結構ね、太ももの筋肉がすごすぎてジャンプ力がすごすぎてこんな高い天井でも手が届くんですよ。見ててください、いきますよ。全然触れますからね。いきますよ、いきますよ、いきますよ。タイミングのミス、タイミングのミス、タイミングが合えばね、触れてたんですけどね。ドゥー、ありがとうございます。いや、嬉しい。いや、嬉しい。マジですか。うわ、嬉しいな、めちゃくちゃ嬉しい。マジ好き。ありがとうございます。よかった、これちょっと使ってもらって。いや、いや、じゃないのよ。ガッチャン、なんでやねん、境に。ザッカーセンね、ちょっと恥ずかしい方。そうね、俺もあれはね、真似したくないなと思うわ。なんでやねん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。